東京日記会オペラ劇場ホフマン物語にヘルマン役、そしてシュレミール役での2役で出演させていただきます佐藤望です。私の演じますヘルマンはプロローグそしてエピローグに登場します。芸術家であるホフマンを強く慕っており、仲間たちと共に自身の明るい未来を夢見る若き学生役です。芸術家として成功しつつあるホフマンを仲間と共に強い憧れを持っているような、そんな青年です。そして第2幕に登場しますシュレミールはジュリエッタの情婦で、混沌とした狂気の世界の中で、強い力を誇示する、男です。で、彼は恋がたきとなるホフマンと、敵対しておりまして、強い怒りそして激しい嫉妬を表します。最終的に彼とは決闘をすることになります。全く性格の異なる、2役をこうして一つの舞台の中で演じられることを、強いやりがいを感じております。今回の作品で日記会本公演デビューをさせていただくことになります。若い世代の一人として一人でも多くのお客様に、喜んでいただけるような演奏を今後とも重ねてまいりたいと思っております。熱い最中かと存じますが、素晴らしい公演になること間違いないと思います。ぜひぜひ東京日記会オペラ劇場ホフマン物語にご来場くださいますようお願いいたします。お待ちしております。